おはよう。おはようございます。やっほー。おはようございます。おはーみたん、おはーみたん。もう1週間、もうね、あと2日ぐらいで終わりですね。イエーイ。おはよう。毎日朝エラインで今起きてた子、おはようございます。では今日はね、5時半に起きました。昨日は5時50ぐらいに起きたんですけど、今日は5時半ぐらいに起きました。そうなんです、えらいやろ。海はね、朝起き上がるまでは長いんですけど、朝の機嫌的にはまあいい方だと思いますよ。普通に起きれるは起きれるで、ちゃんと。あ、そうですね、ちょっとテロップ変えます。ありがとうございます。ちょっと待ってください。13月そうなんですよ、9月1日のやつがね、追加になったんですよ。キー、本当にありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しいですね。9月1日はもともとね、チアガールをする予定だったんですけど、そこが売り切れました。ありがとう。今さ、ガツンってやんか、机に手をぶつけて手がしびれてます。今めっちゃ痛い。こっち側が全部ビリビリしてる。痛たた。なので皆さん、追加分もよかったら遊びに来てください。まだやるの忘れてたわって方も。あ、扇風機の音です。今ね、すごいんよ、風量をね、ちょっと弱にしときます。そしたら音はほとんどしなくなりますね。そうですね、何時に寝てるんやって。寝るのはでもそんな早くないと思いますよ。早く、そんな10時とか10時半とかに寝てないです。あ、でも日付は越さないですよ、基本。はい。あ、日付越しても12時10分とかもそれぐらいですね。気づいては寝てるから何時かわからないんですよ。そう。そうなんですよ。14歳初めての不祥事、そうですね。めっちゃ痛かった。ガツンってなっちゃった。はい、気をつけます。おはようございます。ね、今日ちょっと前髪がめちゃ短く見えるやろ。なぜかっていうと、さっきね、ずっと朝起きて、いつもね、まあこういうさ、ピンをつけてるんですよ、よくこうやって。だけどそれじゃなくて、今日朝からヘアバンドつけてたんですね。そしたら頭がバレました。そうですね、それで直したらパカパカーンって割れてた。クーラーつけないの、熱中症気をつけて。ありがとう。でも今暑くないんですよね。でも暑くないって言ってたらね、熱中症かかるので、皆さんつけてください。そう、何はつけてないけど。おはよう、おはようございます。おはようございます。あ、追加になったね。追加は何切るのか決めてるのかな。まだ決めてないので、また決めます。本当にありがとうございます。そう、あ、腱鞘炎じゃないです。普通にね、なんかさ、肘のこの辺がさ、
あの当たったらさめっちゃ痛くなりません？ここのこの辺、それがねガチンが、だってねすごいね痛いですね。なみちゃんおはよう、おはよう、おはようございます。そうですね、ま、お話しかいつりかぶ申し込むね、ありがとう、本当に皆さんありがとうございます。そうです、そうビリビリくるやつです。そうですね、眠たすぎて目が開かないよって、起きてください。ハミはちょっとマウント取っちゃう形になるんですけど、まあ、5時半に起きたので、まあもうね1時間半も起きて、時間が経ってたらもう起きますよね。はい、おはようございます。一部だから早起き頑張ります、頑張ってください。ハミも頑張ります。はい。足の指をつけたことありますけど、あります、めっちゃ痛いよな、めっちゃ痛いけど、ここもなかなかに痛いですね。え、ワイも5時半に起きた、4時間しか寝ないからめっちゃ眠たいよって、それは眠たいな。ゆっくりしてください。アミはな、今やっぱテスト期間で大変なこともあるけど、早く帰れるからめっちゃ好きなんですよね、アミテスト期間大好き、本当に。みんなは「はあ嫌だ」とか言ってるんですけど、なんで嫌なんて感じじゃない、もう早く帰れる以上に学校でいいことはないですよ。そうですね、4時半には起きてますよって、すごい、何時に起き、皆さん寝てるんですか、何時に寝てるんですかね、うん、あとね昨日ルーム更新しようと思ったんですけど、あのね眠気に負けてあのなかなかね、あずっと寝てて風呂に入ってなかったんですよ。入ったんですよ、それ当たり前やけど、その夜遅くに入っちゃったんですよ、だからそうあげれなかったなので、今日ぐらいにあげます。アクティビティと動画と写真を載せる予定です。予定0時には寝てます。おお、でもそれで4時半に起きれるのすごいですね、すごい。歴史の手応えはどうでしたかって、あのな、歴史な勉強しない割にはめっちゃできたと思ってます、勝手に自分で、もうめっちゃできたわみたいな感じですね。けどね、もともと勉強してないくてそれやからわかんないですね。はい、でもまあ解けたと思いますよ、難しかった。人心の乱とかさあるやん、あの聖武天聖あ天智天皇が、天智天皇の死後に天皇の争いで戦った人心の乱で勝ったのが聖武天皇言ったっけ、で確かね、今日は作業があるから多分寝れないよって、やばいよ、気をつけてください、倒れないように頑張って。テスト期間は部活早く始まるだけで早く帰られへんかった。テスト期間、あそっか、部活あるんかな、み部活入ってないかちょっとよくわかんないんですよね。そうなんですよ、はい、みちゃんおはようございます、おはようございます。体の部位は覚えられそうですかって、あのね今日じゃないんですまだ、だから頑張ります、覚えます。はい、もうね合ってるか分からん、点数良かったら教えてください、分かりました。でもいつもそう言ってるけどな、
多分あんま言ってないですよね、点数良くないから。え、寝る時間はバラバラだけど今日は急に具合悪くなって目覚めて5時起きですよ。気をつけてください、気をつけてください、お大事にしてくださいよな、お大事に。まだ慣れないのね。いや、めっちゃ班やるからもうめっちゃ先まで行ってます。どこまで行ったかって言われると難しいな。どこまで行ったんやろどこまで行ったんやろな。摂関政治とかそういうところですね。もう結構進んでますよね、奈良時代以上。平安とかも来てますしですね。そうです、そうです、子供が、子供っていうか子供を天皇の奥さんに就かせて、孫がなんか天皇になる時にじいじが手伝ってあげるよって言って政治を一緒に進めることを摂関政治っていうらしいですね。そうです、そうなんですよ。そう、菅原の道真、じゃあ道長ですね、道真の方は違いますね、唐に派遣された人じゃ、確か違うっけ、忘れたけど道長です。あの雨ね、道真と菅原なんです。どっちも菅原の道長と道真で、もうどっちで覚えようと思ったんですけど、まあ道真は真って書くんですね。だから、まあ、この人は真面目な人、それで長はまあなんか長い人生を得しようとしてるみたいな当て字すぎなんですけど、まあまあそういう感じですね。難しい、そうです。藤原か、そうか、菅原じゃない藤原の道長か、間違えたそうそう、そんな感じです。でも全然難しすぎて分からへん。うん、頑張ります。でももう地理は忘れますね、歴史はもう終わったので、終わったことがもういいやって感じです新しく覚えなあかんからな。そうです今回どの教科が自信あるのかなって、今回は数学があります、自信。あのな、数学はめっちゃ計算得意なんですよ。得意っていうか、まあ好きなんですね、計算。だけど文章問題がもう破滅、壊滅かな、分からん、まあそういう爆発的な感じなんですよ無理なんですね、できひんねん。だけど今回は連立方程式の応用とか、あとはその連立方程式を使ったグラフっていうのかな、比較級とかな、こういうなんかこことここに点を打って、ここだけ点点点点点で、こっちはピーって引くやつ、ちょっと難しいんですけど、それですね。はい、小山号なんとかにして朝廷が政治をするのは陰性だ。え、なんで摂関政治って習ってないけど、え、はにゃはにゃですね、本当に。なんか自分の子供を天皇とか次期天皇の奥さんにするんですよ。それで生まれてきた子供は自分の孫やろ、だからなんかちっちゃい頃に、なんか大きくなった時に関白って役やってなんかやってくみたいな感じって言われたのにそう、計算高い女なんですよねそろそろ行ってきます、学校頑張ってね。ありがとう、頑張ってください、こちらこそ。
文章問題が苦手ってことは語学が苦手なのか、いや算数ですね。なんかもうさ一緒に家出てって感じやんか。なんでさわざわざさ弟は自転車で兄は走ってな、横走っていけばいいやん一緒に。一人は自転車でさ荷物とか乗せてあげて、なのになのにね、わざわざ時間違く出るんですよ。危ないよそんなね。えうーんそうです。なので気をつけてください。一緒に出てください。ほんと忘れ物しないでください。うんっていう感じですね。だから国語は別にできます。国語はできます。でもいつも国語時間ね足りないんです。最後まで覚えるけど、あ最後まで解き終わるけど時間がね余裕を持ってできないです。最後の方やばいって焦ってます。そうなんですよ。一緒に出かければ何も問題ないのにね。そうそう、それが問題だけどやって、そうですね、それが問題なのでダメは苦手ですね。はい、あとなんか途中から自転車乗ったとか出てくるけどさ、もう最後まで歩くか、初めから自転車乗ってほしいですね。急に時速変わるからやめてくださいそうですね、そういう感じです。問題に問題があるな。そうですね本当に。でも国語はまあできますよ。だからいやできる。でもあのね、アミの話聞いたら理系と思うかもしれないですけど、アミ理科よりね国語と算数が好きなんですよ。だからなんか理系でも文系でもない、あいや日本人って感じですね。はい、何ですか、ん何ですかね。あみちゃんテスト勉強しない人って言っててできるタイプね。いや違いますね。あのねあみの友達がほんまにそうなんですよ。やばいやばいどうしようって言ってんのにめっちゃできてるんですよね。数学も読解力必要だからね。そうですね、英語はあのなほんまにね英語も爆発的なんですよ。あみね公文で英語習ってるはずなのに英語がね本当に一番って言っていいほどできないんですよ。やばい、一番ではない、二番目ぐらいにできないですね。頑張りましょう。本当になんでできひんのかわからないですけどね。それではそろそろコスモライトさんの絵を描きたいと思います。何描きますか。でもなこの前なあのなんか英語の先生っておるじゃないですか、本当に外人の方。小学校の時もおったんですけど、その先生と面接みたいながあったんですよ。面接っていうかまああの自己紹介みたいな感じなんですけどね、自己紹介でもないか、自分がなんか職業を調べるんですよ英語で。でそれを簡単に説明するみたいな感じで、できてる子だけなんかプラス問題があって、もうその子あのプリントとか見ていいんですよ。その書いてるやつわからなくなったら見ん方が点数上がるけどって言われた。わからへんけど、だけどまあ見たんですけど、アミもちょっとあ見てないよアミ。あのなそう言われるねん、もうなんか英語なんか日本人が喋る英語よりも英語の人が喋る英語ってめっちゃ発音やんか、だから難しいね。なんかなんとかかんとかかんとかかんとかって聞かれたから、アイリサーチゲームデザイナーって言った。そうです、あの何でもよかったです職業。だけどあのなんか一応決めれない子、やりたいのが別にない子はくじ引きで決めてって言われて、あ別に特になかったのでくじ引きで決めたらゲームデザイナーができたので、ゲームデザイナーを調べました。そう
て、なんかゲームデザイナーはどんな仕事をしてますかみたいな。でも簡単にでいいんですよ、答えるの。本当に難しい言葉覚えられへんから。だからゲームデザイナー、ゲームデザイナークリエイトゲームという感じ。めっちゃおもろい。あとはね、でアミね、なんかこんな感じでめっちゃ日本語した英語喋ったのに、なのにあのね加点問題が来たんですよ。でなんか、あなたは何のゲームが好きですかって聞かれて、だからミーはね、ミーはあつ森と、あ、集まれ動物の森って言ってるで、ちゃんと。と、あとマインクラフトが好きですって言ったんよ。そしたら、なぜ好きなのとか聞かれて、なぜ好きなのって難しいですけど、なぜ好きなのって聞かれたから、あと自分の家を作れるからって書いたんですよ。それでなんであつ森が好きなのって聞かれたから、自分で果物を育てられるからって言いました。そうですね、こういう感じ。じゃじゃーん、勉強してるアミです。ちょっとなんか工作してるように見えるけど、まあ勉強って感じですかね、どちらかというと。はーい、そんな感じですね。はい、チーズ、ありがとうございます。ありがとう。さすがにビコちゃん追加係り、そうですね。そういう感じです。じゃあ読みたいと思います、ランキングを。13位 FFF さん、ありがとうございます。12位りょうじさん、ありがとうございます。11位ジョエルさん、ありがとうございます。10位マボさん、ありがとうございます。9位まさやかさん、ありがとうございます。8位日高浩二さん、ありがとうございます。7位鉄メカネさん、ありがとうございます。6位コリタン、ありがとうございます。5位マギマキちゃん、ありがとうございます。4位チャンシモさん、ありがとうございます。3位オウミさん、ありがとうございます。2位マフミさん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ドン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございました。本当にね、じゃあ今日も頑張っていきたいと思います。じゃあね、また明日会いましょうね。アミタンランド待っててください。せーの、コスモライトさん、イエーイ。今日の12時から第13受付が始まるんですけど、9月1日のやつが追加されたので、よかったら遊びに来てくださいね。じゃあ待ってます。ありがとうございました。また明日会いましょうね。またね。ありがとうございました。バイバーイ。